大学で児童心理学を専門にされています石井教授からお聞きしたんですけども、まあ、それにも共通する部分でこんな小学生がいたんです。ちょっと驚きの VTR です。はい、今話題のインターネット、主婦の皆さんも使い方を勉強している人が多いと聞きましたが、マウスを操りホームページを作っているのは、まあ、なんと小学2年生の松田純くん。昨年の10月からインターネットのホームページに自分の絵日記を掲示し、世界に発信しているんでそうです。そんな大人顔負けの純くんですが、やっぱりお部屋はジャングルジムがあったり、机の上にはドラゴンボールのイラストがあったりと、小学生らしいですよね。インターネットしてるなんて想像できません。コンピューターは楽しいですか？楽しいです。楽しいですか？学校の勉強とどっちが好きですか？コンピューターの方が好きですか？はい。お手紙いっぱい届いたの？うん。全国から？大学の博士からも届いた。大学の博士からお手紙届いた？すごいね。中学校になっても高校生になってもずっとやっていきたいですか？やっていきたいです。あんな可愛い顔していや、とにかくテレビゲームね、うちの娘でもやらしてなかったけど、うん、もう最近はやらした方がいいかもしれないね。私もそう思ったんです。私もファミコンとかないんですよ、うちの家も。ワープロ、ファミコンの時代だもんね、うん、今の小学生が大人になるときは、うん、そうですよね。だってさっきの全員がやってないとダメだもんね。ジュン君は小学2歳からやってるんですよ、うんうん、今2年生で今もう世界に向けて発信しちゃってる、うんうん、もうアルファベット覚えてるっていう。そう、ローマ字を今勉強してる。それでね、今ね、広島の野源堀ですけどもね、おじさん方、まあ、我々の世代、うん、苦手じゃないですか、うん、インターネットとか、ね、だから飲み屋さんで教えてくれるお店があるんです。勉強してるわけですか、インターネット。